ホームアソ白川駅は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村大麻吉田にある、南阿蘇鉄道高森線の駅である。単式一面一線ホームを持つ、地上駅。とんがり屋根の水色の木造駅舎を持ち、駅舎内では、喫茶店、カフェ7五スショートトン、が、入居、営業している。国土数値情報国土交通省。 2018年3月22日閲覧、九州運輸要覧、2018年3月26日閲覧、九州運輸要覧、2018年3月26日閲覧、日本国有鉄道工事 S46.2、18、交互13、熊本地震、南阿蘇鉄道は運転再開の見通し立たず、復旧義援金の講座を開設。マイナビニュース。 h t t p ススララッッシシュュニュース m y n a v i j p スラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ04スラッシュ25スラッシュ319スラッシュ2016年7月21日閲覧。南阿蘇鉄道中松高森館731運転再開。熊本地震から復旧トロッコ列車もマイナビニュース。 http://news.mynavi.jp news 2016 07スラ21スラ443 2016年7月21日閲覧。熊本地震、南阿蘇鉄道が一部再開被災から3ヶ月半ぶり。 サンケウエスト、http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ1607731スラッシュ wst16077310025-n1.html2016 年8月1日閲覧ありがとうございます。